パーソナルトレーニングスタジオの LINE アカウント動画見ていただきありがとうございます。いつもですね、こちらの動画は皆さんの体に関することに対して、まあ、安全でかつ安心な、まあ、トレーニングであったりとか知識を提供して、皆さんの生活の中で役立てていただきたいなというのでやっております。で、今回の動画はですね、テーマは背中です。背中です、まあ、背中はですね、まあ、このように喋ってても見えないので非常に意識しづらい、そして自重では鍛えづらいというか、やりにくい非常に難しい部分になります。ただ意識してやれば手を上げる動作で背中が鍛えられますっていうぐらいですね、考え方だったりとかその体の使い方で刺激っていうのはすごく変わりますので、まあそこをちょっと意識しつつやっていきます。で、背中はですね、もう非常にトレーニングすることによってメリットはたくさんあります。まあ、一つは、まあ、肩こり、まあ、腰痛、まあ、体の不調みたいなところも緩和されてきますし軽減してきます。で、二つ目は背中を鍛えることによって、まあそれを支えている背骨ですね、背骨のラインが綺麗になりますので、まあ、姿勢も良くなります。三つ目がですね、それに付随して背骨のラインが良くなることによって、要は脳からの指令が筋肉に通る、この通り道っていうのは脊髄というんですけど、その脊髄が安定しますので指令が行き渡りやすくなる。そうすると伝達スピードが上がったりとか体の反応スピードが上がってきます。そうすると動きやすい体も作って、楽になりますね。体を動かすことが楽になる。そうです。で、4つ目は、まあ、姿勢が良くなれば自然と背中を鍛えることによってこのウエストも細くなります。背中を鍛えてウエストがと思う方もいらっしゃると思うんですけど、背中がしっかり後ろに引いてくれることによって、ここがですね、この背中の広背筋と言われるところだったりとかっていうのがこう膨らんで見えてくるので、まあ、相対的にここはシュッとしてくるっていう、まあ、厚みとこのウエストの部分が相対的に細く見えるというところなので、この背中をしっかりつけることによって安定した、そしてここがくびれたウエストも手に入るというところ。なので腹筋だけやってても全然そうならないので、背中を鍛えるというのは非常に大事になります。はい。で、5つ目はですね、背中を鍛えることによって、まあ、姿勢もそうなんですけど、まあ何て言うんですかね、体が前に倒れなくなるので、まあ、丸まったりとか、いわゆる先ほどの肩こりとかにもつながるんですけど、気持ち的にも胸が開くので、女性で言うと、まあ、バストアップだったりとか、まあ、メンタル的に言うと、まあ、気持ち的にも上に上がって、まあ、まあ、打つまではいかないですけどね、まあ、気分も爽快みたいなところで、まあ、5つぐらいのメリットがあるわけなので、ぜひですね、まあ、この動画を見て、一緒にトレーニングしていただけたらと思いますので、今日のトレーニングは6種類になります。まあ、いつも通りちょっと時短トレーニングという形で30秒やって休憩5秒で6個で回していくので、まあ約3分ちょっとぐらいになりますので、まあこの動画見ていただいて一緒にトレーニングして、で、まあその後にまたいつも通りちょっと解説の動画つけてますので、ちょっとわからない方は最初ちょっとバッドトレーニング見ていただいた後に解説の動画を見ていただいて、まあこんな感じでやるんだなっていう、まあ、特に背中のトレーニングの場合は意識づけ、どこを動かしているのかっていうのが非常に大事になりますので、そこをちょっと見ながら最初ちょっとイメージつけていただいてからトレーニングに移っていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ではスタートいきましょう。背中トレーニングスタート。
疲れ様でした。まあ、ここからですね、トレーニングの方の、まあ、やり方に関して説明をしていきます。で、背中のトレーニングに関しては、背中にまず意識を持っていくのが非常に難しいという形になりますので、ポイントはですね、肩を上げない、下げた状態。そのためにどうしたらいいかというとですね、このように手をですね、後ろで組んでいただいて、体から手を離すようにぐっと肘伸ばします。で、人差し指を伸ばしていただいて、人差し指伸ばした方向にぐーっと手を引くと肩甲骨が寄ります。で、肩が下がります。で、この時注意していただきたいのは次のポイント、頭の位置ですね。頭の位置が前に出ないように後頭部を後ろに引いて、顎が上がらないように気をつけて、この後ろから見るとこんな感じですね。ぐーっと寄せる、こうではなくて下に引く、これが基本の状態になります。下に引くことによって背中を使っていく。ちょっと服の上から見ると分かりにくいので、少し動かしてやってみましょうか。この状態で肩が上がるっていうのはこういう状態です。常にだいたいデスクワークの人はこの状態です。ではなくて引いた状態を作ります。手を後ろに持ってってぐっと寄せる、肩甲骨と肩甲骨を寄せる。これで腰を反らないように気をつけましょう。頭の位置と頭の位置、そして腰を反らないで胸を少し上にの向けるようなイメージでぐっと寄せていきます。こんな感じですね。これが基本の状態になります。で、この状態を維持したままのイメージで背中を動かすって形になります。あとは寝た状態で4つ、うつ伏せの状態では4つやっていきます。これはいわゆる アルファベットで言うとですね、 V の位置と T の位置と W ですね、持ってた位置、そして最後は A、 この4つの動きをやっていきます。その時に肩が上がらないようになるべく引いた状態、さっきの状態です。で、胸が少し上に引っ張られているような、斜めより引っ張られているようなイメージで、顎が上がったりとか上半身を上げたりとかっていうのが結構多いので、注意しながら膝を曲げた状態になります。なぜ膝を曲げるかというと足に力を入れないためですね。足に力を入れちゃうと背中にが反応しにくくなりますので、このまま肘ついた状態でまずは体をぶつける、そして万歳して V の字を作ります。大体時計で言うと2時と11時の方向ですね。両手を上げていただいて顎を引きます。体を持ち上げないように耳の高さまで手を上げて、ここがスタート地点、ここから上げて下げて上げて下げて、肩でこう上げないように気をつけましょう。で、あとは一緒です。 T の場合は肩が上がりやすいので下げて親指上にして、ちょっと上げた状態がスタート地点、ここから肩甲骨を寄せるという形ですね。 W は手のひらを下にして、この状態から体を少し上げて万歳から肘を引いて、肘を引くことによって肩甲骨を寄せて背中を使います。アップして寄せる、こういう形です。最後 A は後ろに手を持ってきて、手のひらを返して親指を上に向けます。そしてこのまま上に上げる、ダウン、上げる、上げるという形で4つやっていきます。で、次はですね、上向きになって今度背中に重力をかけていきます。足肩幅に広げていただいて、手は指先、かかと、もしくはこちらでもいいです。胸の前が痛みがある方とか猫背が強い方は指先、逆方向に向けていただいても構いません。手の近くについていただいて、ぐーっと肩甲骨を先ほどみたいに下に引きます。胸を少し上に上げるような形で、腰をこの時反らないように、こうではなくて胸だけを少し上に向けます。こうすることで二の腕のたるみにも効いてきます。そのままお腹を上げて上にキープ、頭はまっすぐ、肩が上がらないように注意して引いたままキープしましょう。足が閉じてこないように足の裏全体でキープして、お尻の
お尻と背中両方とも使っていきます。しっかりグーと床で床を両方の手のひらでプッシュしましょう。このような形ですね。で最後は両足を伸ばした状態で手の位置とかは変わらないです。やることも一緒です。グッと上げるんですけど、この時に足でグッと踏ん張らないようにかかとと両手でしっかり体を支えて安定させてグッと持ち上げて背中を絞る。で腕をグッと押すことによって二の腕も使っていきます。この状態でキープしていきます。お腹が落ちてこないようにしっかり腰を反らないようにしてください。腰で上げるんじゃなくてグーッと背中で持ってきます。こっちから上げないように注意しましょう。はい、まあこのような形でちょっとこうやり方、背中をグーッと絞る意識を持っていただいて使ってあげると、まあ、普段ですね姿勢を良くしてくださいって言うとだいたいここを皆さんこう反るような形になるんですけど、背中を寄ることによって下がることによってまあナチュラルに自然が良くなってくる、姿勢が良くなってくるって形になるので、ぜひそちら試していただければと思いますのでよろしくお願いします。こちらですね、こんなトレーニングだったりとかこういう話聞きたいとかですねご要望ありましたら、ぜひですねコメントだったりとか直接LINE の方に返信していただけると嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いします。では本日もよろしくお願いします。失礼します。